気のワクワクだね。え？何小鳥、ドキドキはともかく、なんでワクワク？え？だって、童話でそれが二人が恋人になるにあたって、重要なターニングポイントになった出来事なんでしょ？サトルくんだって、きっと今でも思い出せるくらいのことだよね。それは、そうだと思うけど。だから、ドキドキのワクワクだよ！筋道立ててお願いできるかな。相当インパクトがあったはずだよね。裸に白衣だけの眉の姿って。うん。それで、サトルくんは今、眉の恋人なわけだよね。まあね。もう一度見たいなって、サトルくん思ってるかもって？え？そんなことは、うん。私もそっち方面の細かいわびさびみたいなものはよくわからないけど、男の子って、ほら、そういうの好きなんでしょ？私は、サトルくんのことしか知らないけど。多分。だったら、期待くらいはしてくれてるんじゃないのかなって。私、あれから一度も見せてあげたことない。もしサトルくんが毎回ワクワク期待してくれてて、私がそれを全然思い至ってなかったからってひたすらスルーし続けてきちゃってたんなら、サトルくん不満かも。私、女としてちゃんと答えてあげられてなかったのかも。無理だよ。ん？どうして？だって何の脈絡もなく、そんなサトルくんを慣れさせちゃっても嫌だし、今更蒸し返すのも。大丈夫だよ。眉の怖がりの部分はまだ残ってるんだね。だったら私もほっとけないよ。小鳥、細かいことは相変わらずよくわからないけど、とにかく不安なんだよね。うん、後の祭りっていうか、今更遅いっていうか。でもサトルくんのために頑張りたい気持ちはあるんだよね。それはそうなんだけど、だって私本当にサトルくんが好きだから。うん、なら言うね。何事も遅すぎるっていうことはないよ。でも後になればなるほどもっと後悔するものだとも思う。どっちなの？どうすればいいの？私、どっちもありなら綺麗なうちにいたよ。私たち2年遅れの身だからね。そういうの大事だと思うんだよね。確かに。けど年の差というのはやはり大きい。具体的に言うと、サトルくんがまだピチピチ感キープしてる頃、私は一足先にお肌の曲がり角に突入みたいな。確かにその時になってからじゃ今以上に遅い。だったら綺麗だと思ってもらえてるうちに。何話してたんだかよくわからなくなってきたけど、まゆ、それでどうするの？そろそろ教室帰る？うん。小鳥、私、ここは女を見せる。